どうも、トランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。今回は新大久保にあります TC 楽器さんにお邪魔しています。実はオンラインサロントゥッティのメンバーであるひこちゃんがトランペットを始めたいということで楽器の選定にやってきました。すべて中古のヴィンセントバッグなのですが、使用年数も浅くいい状態の楽器ばかりです。というわけで新企画50代から始めるトランペット楽器購入編のスタートです。やっぱ現役で使ってるから、20年使ってるから、でもこっちも多分20年ぐらい使ってるんだと思うんだけどな。選んだんでしょ、そのいくつもある中から先生に選んでもらって、30本ぐらいの中から選んだですね、で自分で吹いて、本当がめっちゃ良かったんですよ。あ、その時は楽器まだ吹けない高校1年とかなんで、あ、はい、あのもうほぼよく分かってない私はね先生はいいって言って、ここで違いはやっぱり全然違いますよ。あ、全然違うんですか。全然違います。弾いてたらね、あんま分からない。でも吹いてたらもう全然違う、もう一発で違います。一番初めのが良かったんだけど、これめっちゃ軽いんですよね。軽い、軽い、パッと音が軽い、パッと音が出る、パッと出る、パッとめっちゃ近い、なんかすぐなる。こっちはなんかバックっぽい抵抗
スしないと。いけないの。これだけ、はい、1位2位ぐらい、そうですね、こっちが一番ですか、はい、なるほど、ちょっと、はい、これ比較的まあ新しいの50万番で、こっちもまあ新しいですね、うん、これが一番うちで今中で新しいものですかね、50万と55万番私の好みもそう、ちょうどそうなんですよね、バブがすごい良かった時期、あ、でもそうなっちゃうんですよね、そうなんです、やっぱりご自分が吹いてる時のね感覚と近いものを無意識に選んでしまうので、私楽器2001年に買ってるんで、あ、もうじゃあもうドンピシャーです、ドンピシャーなんですよね、
に言うとするんですよ、この年代。そうですね、じゃあこちらにします。はい、ボケてる、ありがとうございます。じゃあちょっと拭き取りとか、はい、いろいろこう準備させていただきますので、お待ちください。はい、しました。ケースがこの、当時の、はい、あの新聞のケースになります。ちょっと前に失礼します。はい、一応説明ですが、楽器は前の方はまあ使ってた年数っていうのは3年弱ぐらいなんですけど、ちょっともう閉まってる時間がそこに長かったので、あの前の人からあのうちが買い受けた後に、あの缶の中は一回クリーニング洗浄して、あとまあこの抜き差し缶とかこの辺りのまあクリアランスもちょっとまああの整備させていただきました。ただあの大きい事故とかそういったものは一切なかったです。まあいただいた時は結構表面は真っ黒だったんですけども、メッキだけ黒く硫化してたんですけど、まあ別にそのなんか研磨剤使うとかっていうわけじゃなくて、その硫化の膜だけ取り除く、はい、あの薬品使いました。で、あとはこういうコルクとか、あとこの上のゴムですね、とか、あと中にフェルトも入っているんですけど、こういうフェルトとかはもう全部新しいものに取り替えてます。はい。はい。で、あの、純正パーツにこだわる人たまにいらっしゃるんですけど、うちもまあこういったものは純正使うんですけど、バッグについてはこの中のインナーフェルトはこれ純正じゃなくて、うちが独自にあのちょっと作ってもらってるものにしています。はい、ちょっとあのバッグの純正のコルあのフェルト柔らかくってすぐへばっちゃうのと、結構もちょっとふわふわしちゃうので、ただかといってあのヤマハとかこの頃ゴムとか使ってるんで、中にもあれだとちょっと硬くなりすぎちゃう、パッチ感がこうパチパチにいっちゃうので、まあ程よいっていうところでこれを使ってます。ここのプランですけど、トランペットのこのあの入るまっすぐの部分ですね、はい、あそこあのマウスパイプとかリードパイプっていうんですけど、はい、あの中を拭き掃除するためのこのスワードっていう、あ、はい、これはあの本当にあったかがいいです。はい、毎回使ってほしいですね。ね、それとじゃあ、はい、トランペット用のスワードですね。はい、それでまああとはクリーニングクロスをお付けしたので、はい、まあ、表面はあれで拭き取るだけで結構です。はい、あのあとまあバルブオイルとか、はい、チューニングのグリス関係ですね、はい、そういったものが、まあ、あの必要なんですが、はい、ちなみにどちらのオイル使うんですか？私はヘッドマンでございます。ヘッドマン、じゃあヘッドマン。あ、はい、一応お伺いしたいヘッドマンの、はい、まあ、この楽器だったら、まあ、あの2番でいいと思いますので、はい、このリストの入り方ですね。はいはい、あとはというわけで楽器も無事に決まり、私も一安心。後から知ったんですが、今回買った楽器は新品だった当時、東京都交響楽団の高橋治さんの選定品だったそうです。いい楽器が手に入ってよかったね、ひこちゃん。今回お世話になりました TC 楽器さん、本当にご丁寧にありがとうございました。私も楽器が欲しくなっちゃいました。ひこちゃんもメンバーであるオンラインサロントゥッティでは、私の夢である全国ツアーの計画を進めながら、音楽好きが集まる楽しいコミュニティです。レッスンやコンサートチケットの割引や、YouTube マミアンチャンネルの収録観覧、オンライン発表会など、いろいろな活動を Facebook にて行っています。トランペットに限らず、音楽が好きな人がいつでも仲間と語れる、そんなコミュニティを目指して活動しています。詳しくは説明欄にてチェックしてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のマミヤンこと中尾マミでした。バイバーイ。